こんにちは、綿井戸谷です。今回は綿抜きの剪定について短く私のやっている方法をお話しします。といっても基本的に私は放任でできれば摘心とか剪定はめんどくさい、人が世話をしすぎなくても、綿は生理落下といって綿抜き自身で賄えないと判断された実は自分で落とすと思っているし、そもそもそこまでして大きい実がたくさんの綿が欲しいとも思わないのですね。そこそこでいいという、基本そういう考えなんですが、込み入ってきた綿抜きは風通しも悪くなって虫がとどまりやすくなるし、込み入りすぎて元からある葉に日が当たらなくなったりしてしまいます。そうすると冬という期限までに実が育ちにくくなるかなと考えて枝とか葉の整理をすることもあります。どの枝を落とすか、どの葉を残すかって考えるんですけど、季節を逆算して綿の実の完熟に間に合いそうならむやみやたらにカットしても影響は少ないかもしれませんが、私は一応剪定の際の見極めとして考えていることがいくつかあります。その前に綿の木の作りをちょっと見ていきたいんですけれど、栽培されている方はご自分の綿をよく観察してみてくださいね。まず芽が出てきてこうまっすぐ上に伸びるんですけど、そのまっすぐ上に伸びていく幹から葉が伸びて、葉の出た同じ場所から枝が伸びていきます。その枝にまた葉がついて、その葉からの同じ場所からつぼみがつくという繰り返しです。幹からは1枚の葉と1つの枝が対になっていて、枝からは1枚の葉と1つのつぼみが対になってセットになってるっていう感じですね。でそれぞれの葉っぱはそれぞれの実とか枝に栄養供給するメインの葉になっていると思われます。これは綿と同じアオイ科のオクラとか他の花菜類でも同じ性質のものがあるんで、この構造から考えると似た性質だと思われます。というわけで、基本的に綿抜きはこんな作りになってるんですけど、右の図の赤い枝、最初の枝の後から出てくる方の2番目の枝で、勢いのある木はこの枝がすごく多くて出てきて、大抵これが主に剪定対象になってます。ちなみにこの2番目の枝が大きく育って、1番2番の差が分かりにくくても、大体は実の熟度で判断できると思います。1番目の方が早くて大きくなってるはずなので。で、剪定の際の私の見極めポイントですが、まずはまだまだ生育旺盛で冬まで結実までいけそうかどうか、これは時期夏か秋かとか、あと木の勢い、その枝に実がついても冬まで完熟までいけそうかどうか、あと地域ですね。数年栽培を続けているなら、その生育サイクルとかも考慮に入れて剪定するか残すか決めるといいと思います。もう一つ、その剪定しようと考える枝が2番目に伸びてきた枝で、さっき言ったあれですね、1番目の枝のすでに綿の実の成長中の対の葉を影にしてしまわないかどうか、これは後から出てきた枝が幹の北側か南側かとか、この方向にもよるんですけど、だいたい北側の場合、植物は大抵日の当たる方向に伸びて育っていく傾向があるので、幹に近くなりがちで樹形のバランスが良くない、風通しも良くなくなって、先に出た側枝の日当たりを遮る形になることもあります。あるいはその2番目の枝が南側から出てきた場合でも、これも1番に出た枝の葉を日陰にしないか、ちょうどスペースがある場所に伸びてきてならね、特に問題ないかと思うんですけど、これも生育を邪魔してしまうようならカットします。もし東とか西とか日当たりが良い畑であれば、そちらを残しても日当たりに影響がないと判断して残してもいいかもしれないです。その辺はそれの環境に合わせて判断ですね。あと隣の木にも日陰を作ってしまうようなら、これもカットですね。これはでも間引きがちゃんとできてて、株間も広々取れていれば、風通しも日当たりも確保しやすい、剪定はもっと楽にほとんどカットする必要はないかもしれないです。でこの赤印のところですね、これを剪定しました。これは幹の北側の枝で、すぐ隣に別の作物もあって、ここが伸びるとちょっと込み入ってしまうかなと思ったのでカットしました。この幹の南東側にももう2番目の枝が出てたんですけど、それはちょっと残してみました。この2番目の枝が出てくるのは、それなりに勢いのある畑の木だけかと思いきや、ベランダの今年3年目の鉢植えからも出てきていたんですね。今年はこのメンジツ油かすという肥料をこの鉢には、入れていたので、そのせいかなと思うんですけど、この小さい鉢なのにちょっと分層な感じに育ってしまって、実は勝手に落ちていくんでしょうけど、一応これはカットしました。その小さな鉢なのにこんなに大きく育ってどうするんだろう。肥料は怖いです。麻薬のようで、植物にとっても人にとっても。
それから葉についてなんですけど、実とセットの葉はできるだけ残すようにしています。例えばハマキムシに巻かれている葉がその成長中の実と対になっている葉だった場合なんかですけど、葉を丸々切り落とさずに巻かれた葉を開いて虫を落として少しでも光合成ができるように残しています。失敗してちぎれてしまうこともあるんですけど、まあできるだけ広い面積を残すようにしてますね。逆にもし日陰を作ってしまうような葉があったとして、その葉のに対になる実がないとか対になる枝がない、生育生理落下で何か落ちてしまって、実がない場合とか、その葉はカットしてもさほど影響なさそうだと判断できるなら、その葉はもう日陰日当たりを確保するためにカットしても良いかなと思います。これが正解っていうわけではないんですけど、一つの考え方として何かしら参考になれば幸いです。皆さん自分の綿で、検証してみて、よかったら、結果とかを教えていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。